あれ、パスポートチェックもね、荷物検査もなしで入れましたよ。こんなにいっぱいいますよ、人。うわー、ハデさん、うわー。あ、ここだ、ここだ。あ、いきなりここだ。あ、ここの入り口です。ここで休暇でもらいます。なんかね、受付開始が8時になってましたよ。8時半じゃなくて。それで、入り口のところね、係官が2人もいまして、この書類ね渡してました。念のためにね、銀行開いてないかなと思ったけど、やっぱ ATM しか開いてないですね。このね、バンコク銀行で、預金残高証明書をもらわなきゃならないんです。今ちょうど7時です、朝のね。ここって何時から今やってんだろう。オープン、あ、8時半からなってるね。8時開門して8時半じゃちょっと都合悪いんじゃね。じゃあ次ね、コピー屋さんやってるかどうかちょっと行ってみます。やってれば早めにね、コピーね、しておきたいと思います。コピーは全然高くないから大丈夫。このまっすぐ行ってね、左側にあります。手前のね、この左側はフードコートです。ここでね、座ってゆっくりできます。ここにいようかね。コピーしたらね、コピー屋さんもまだやってませんでした。このオレンジ色ね。あの一番右側、あ、コピー、あそこやってんのかな。あ、やってるとこあった。ここ昔ね、青色だったんだけど、あ、やってますね。ここでコピーします。はい、こっちでコピーしましたが、こっち側のお店もね、今開店しました。7時開店みたいね。今係の人に聞いたら、このね、入場門の茶屋棚の入場は朝の6時からだそうです。で、今ね、Qカード渡してます。あの向こう側にね、あそこ見たら、ね、606時になってました。今ね、時間は7時半です。660に来てるんですね。だから今時間は7時54分、あと6分でオープンです。なんかね、8時に開くみたいなこと書いてあったと思うんだけど、もう8時8分、これ多分ね、8時半までね、中入れないんじゃないかもしれません。それでこっち側の人は全部Qカード持ってる人たち でこっち側のね、ずっとね、こっち側のずっとこの人たちはQカードのない人たちです。いや、もうすごい人ですこれ。すごい人になってます。いや、大事ですね。大変ですわこれ。あ、入り始めてますね。今時間は8時23分です。あの人がね、あの黄色い札でね、Qナンバーの、ね、誘導してますね。これは分かりやすい、うん、今時間は8時25分です。はい、掲示板も動き始めました。 L1 は3001、1人目の受付が始まったみたいです。今時間は8時28分。あのね、あの黄色い札のね、あの Q ナンバー、あ、もうすぐだね、もう400いったからね、あの Q ナンバーをあの係の方に、渡して、それで中に入ります。あ、440番台まで行きました。もうすぐです。なんか嬉しいな。450、
はい、それでずっとね、あそこで言ったんだね、ずっと向こうまで行かなくたっていいんだね。華麗に抜かれてしまいました。まあここまで来ればちょっと安心かな。もう中もこっち側の中もいっぱいです。あの姉ちゃんどんどん抜かしていくね。はい、そういう場所ですここはね。まあ、700人は優に来てるし、多分1000人ぐらい来てんじゃないかなと思います。これね、感染症が流行ったりするとこういうことできないよね。上にね、 e エクステンションってカタログ、なんか簡単にエクステンションウェブ上でできるのかな、なんか調べる必要がありますね。はい、もうすぐ入門です、入ります。エルワン303、8時35分、はい、ここから撮影禁止なんで止めます。いやー、納休カードの人まだ入れないみたいね。あ、もう入ってんのかな。はい、今から休カードもらったので、銀行のね、預金証明をもらいに行きたいと思います。今時間は8時46分、だからね、人の割には結構スススス流れてるし、すごいよね。サバイ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 、人たくさんいるからあれなんだけど、それでいただいた Q カードは、はい、3035番です。で今ね、ブースの入り口の掲示板も見てきたら6番まで行ってました。だからあとね29、これひょっとしたら午前中まで終わるかな、わかんないけどね。はい、これから銀行に行きたいと思います。はい、預金通帳終わりました。ちょっと待ったけどね、順調でした。時間は9時になりました。まあ順調にいけば午前中ペースでも、わかんないよ、何時があるかね。はい、それじゃあね、通帳の付け上げアップデートしたページをコピーしたいと思います。コピーは以上で終了です。お、珍しいな、にゃんごちゃん姉妹ですね。にゃんごちゃん、はいはいはい、どうしちゃったの、にゃんごちゃん。お母さんどこ行ったの、お母さん。みゃん。はい、バイバイ、バイバイ、お買い物行ってきます。